アハズはユダ王国の王。名はヤファウェは所有するという意味。列王記下及び歴代史下によれば、アハズは二十歳で王となり、十六年間エルサレムで王位にあった。紀元前七百三十五年から紀元前七百十五年という在年は、ウィリアム・オレブライトの説による。エドウィン・ティーレは紀元前三十二年から、 紀元前716年という説を出している。アハズの辞跡は、旧約聖書、イザヤ書や、列王記に詳しい。アッシリアに対して、真獣の姿勢を貫いたが、そのことと関係して、旧約聖書では、廃墟者的に記述される。実際にアハズは、親アッシリア政策の一環として、アッシリアの神々の崇拝をユダに導入したため、偶像崇拝を容認した悪い王とされている。 アハズは、戦後ヨタムの息子として生まれた。紀元前734年頃、アッシリア王ティグラトピレセル3世が、シリア方面に侵軍したために、アッシリアに、神獣の姿勢を取り、功能を収めた。同時期に、アッシリアに服属した、ダマスコやイスラエル等が同盟を結んで反アッシリアの姿勢を取った。これに対し、アハズが、親アッシリア政策を維持したため、ダマスコを、 レツインとイスラエルオペカ、ベンレ・マリアは共謀して、アハズハイイを格索し、ユダ王国を攻撃した。エルサレムが包囲されるに至って、アハズは預言者イザヤ等の反対を押し切り、ティグラトピレセル三世二族王の礼を取って、援軍を求め、見返りの功能を収めた。ティグラトピレセル三世は直ちに、ダマスコとイスラエルを攻撃して、ダマスコを征服し、 イスラエル領土の大半を併合した。アハズの母や、最小の名はほとんど伝わっていない。ゼカルヤの娘、アビーナイシ、アビヤの間に、ケイシヒゼキヤが生まれた。ありがとうございます。